もの場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。ういおはようございます。今ですね、富山県を出て石川県の羽咋市っていうのかな、なんだかよくわかんないけどその辺にいます。でですね、数日前から口内炎ができてしまってなかなか治らないので、食べ物が原因かなと思うので、今日はちゃんとしたご飯を食べていきたいと思います。ということで今から定食屋さんに向かいます。塩食堂かな、ここは。ここで食べます。こんにちは。オムライスで、はい、はい、じゃあオムライスを食ってきました。すごい美味しかったですね。おふくろの味っていう感じで、すごい優しい味で、なんかお店のおばちゃんたちもですね、すごいあったかい感じで、いいお店でしたよ。じゃあこれからですね、ちょっとずつ金沢の方に下っていきたいと思います。金沢ではですね、路上ライブをしていきたいので、金沢に向かっていきましょう。金沢市近くの海岸にたどり着きました。気持ちいいですね。今はだいたい3時ぐらいなんで、まあ、夕方になるぐらいまでここで時間を潰そうかなと思います。あ、気持ちいいね。金沢駅のここでやってみたいと思います。駅の真ん前なんでおそらく注意されますけど、場所がいいところがないのでここでとりあえずやってみます。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。僕らの日々は緩やかに流れる水の中ではしゃぐ。夢を見る前に夢見ては、今日も胸が熱くて眠れないよ。頭の中は真っ白で、芝生があれば寝転んでる。朝日が昇れば虚しさも忘れて今日も暮らしてる。忘れて顔洗ってる。お疲れ様でーす。じゃあ金沢駅の路上ライブですね、結局カメラを回し始める前に警備員さんに止められてしまって、まあ曜日もですね土平日だったので様子見ということで、あまりそこからですね頑張ろうとはしなかったんですけども、基本的に金沢駅前はもうダメみたいで、市役所に許可を取らないとダメですっていうことで止められてしまいましたね。じゃあ今日はめちゃくちゃ腹が減ったので久しぶりにあれを作っていきましょう。
俺があれと言ったらやっぱりこれこれ。チルテン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 。チルテンテンテン。チルテン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 。チッ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 チ。どのぐらい入れるんだっけな。もう全部入れちゃえ。これ油引かなくていいよな。思ったけど。どうなんでしょうか。チリチキンはですね、たくさん地元でいただいたので、贅沢に一缶入れちゃいます。もういいかな。オーケー。完成しました。バーン、焼きうどん。もう東日本編では爆食してましたよね、これを。でも最近食ってなかったんですよ。だから久しぶりに食べれて嬉しい。いただきます。うま。やっぱりうめえ。今日はスーパーでポテトサラダを買ってきましたよ。野菜を取らないといけないのでね。口内炎ができているので、じゃあいただきまーす。おいしい。たまには寒くなってきたしね。温かいコーヒーでも入れますか、食後の。それはやっちゃったー。それはやっちゃってる。こぼしちゃってる。やっちゃってるよー。それはあかんよー。畳にこぼしたらいかんよー。ちっくしょー。やっちまったー。あー、畳が。あー、畳に染みついちゃったよ。うわー。がっつり。コーヒーの。シミ。小説にコーヒーのシミなんて、なんておしゃれなんだ。じゃあここで一曲できました。曲名は、学べば学ぶほど。聴いてください。落ちないシミがついてしまって、どうしてなんて自分を責めても仕方ないんだよ。はい、じゃあ編集とかしてたらもう11時過ぎになっちゃいましたね。じゃあ今日の出費と残金はこちら。はい。じゃあ明日からもまた頑張りたいと思います。今日もいい一日でした。ありがとうございました。おやすみなさい。元気でいるかい？あなたのことが一番気になったんだ。疲れた背中を叩くようなことを僕はしない。赤く染まる海で